小島は海上保安庁の巡視船、海上保安大学校の三代目の練習船として運用されていた。解放台の練習船としては、1951年から1954年6月まで栗橋が用いられた後、旧海軍解剖艦型の一隻である小島が用いられてきた。しかし老朽化に伴って、昭和38年度の概算要求で大船が盛り込まれた。 これによって建造されたのが元船である。なお、さらに昭和39年度の国庫、債務負担行為債出分からも建造費が支出されて、計4億530万4千円の予算が計上された。線形としては朝鮮首脳、中央機関室型が採用された。アメリカ西海岸への遠洋航海への使用が想定されたことから、居住区には全て空調が施されている。 学生居住区の船尾側には、全員を収容できる学生食堂兼教室が配置された。またその他、船長公室、教官室、学生図書室が設けられていた。水薦化形状は、主機関を連続災害出力の85%で運転した状態で最適の船型となるようにされている。主機関としては、スルザー社製 7MD51 ディーゼルエンジンを、 裏賀重工業者が、ライセンス生産して搭載した。機関の自動化、合理化のため機関室内に制御室を設けており、主機関の遠隔操縦装置、エンジンテレグラフや機関ケーキの自動監視装置、主機関のデータ自動記録装置、補機操縦の自動化及び遠隔指示装置、電動補機の集中制御化、重油重力体育ゆめの遠隔指示を実施した。一方、 この機関制御室の他にも練習船としての性格から実習のため機関室などには相当のスペースが求められたことから一気一軸推進船として妥協せざるを得なかった。このために遠行中に機関部長で何にしたこともあったとされている。ありがとうございます。